ポール・マクシェイン、ポール・デイビッド・マクシェイン、ポール・デイビッド・マクシェイン、1986年1月6日帯は、アイルランド・ウィック・ロー州、キルペター出身の同国代表プロサッカー選手、レディング FC 所属。ポジションはディフェンダー。マンチェスター・ユナイテッド FC の下部組織で2003年に、FA ユースカップを獲得後、ウォルソール FC とブライトンホーブ・アルビオン。 FC を期限付き遺跡で過ごし、ウエストブロムビッチアルビオン FC、サンダーランド AFC を経て2009年から春式 AFC に在籍する。アイルランド代表としては2006年から出場し UEFA e ロ2012のメンバー入りをした。かつて元アイルランド代表でアイルランド放送協会の評論家からセルフィオラモスと比較され、 自身の強化版がラモスと評された。ウィック・ローシュー・キルペッターに生まれ、少年時代を母国のニュータウン・ジュニアーズ、グレーストーンズ・ユナイテッド、セント・ジョセフス・ボーイズで過ごした後、レスター・シティ・ FC、リーズ・ユナイテッド・ AFC、マンチェスター・シティ・ FC、ウルバー・ハンプトン・ワンダラーズ・ FC、ブラック・バンド・ドローバーズ・ FC、マンチェスター・ユナイテッド・ FC といった、 イングランドのクラブのトライアルに参加したマクシーンは当初リーズユナイテッドへの入団を志していたのの最終的にマンチェスターユナイテッドを選択し2002年7月26歳で下部組織への入団を果たした加入早々に疲労骨折によって9月下旬まで離脱していたことでプレシーズンをプレイすことなくシーズンを迎えることになったが U-17 リバプール FC 戦で 初出場ながらもマン・オブ・ザ・マッチに選出される、活躍を見せると FA ユースカップの出場メンバーにも選出され、チーム最年少のセンターバックとして1995年以来の大会優勝に貢献し、翌シーズンには FA ユースカップに出場するチームの首相を任されるとともにリザーブチームでもプレーした。マンチェスター・ユナイテッド在籍時には、 2004年12月からの1ヶ月を、ウォルソール FC、2005年8月からの5ヶ月を、ブライトンホーブ・アルビオン FC へ期限付き移籍に、されており、前者では、シェフィールド・ウェンズデー FC 戦の得点を含む4試合1得点を記録し、後者では10月17日にある、クリスタルパレス FC 戦で決勝点を挙げ、シーズン終了後にオフィシャルサポータークラブとファン投票の2つの、 シーズン最優秀選手に選出される成功を収めた。ブライトンでの成功にもかかわらず、マンチェスターユナイテッドのトップチームでの出場機会が訪れることはなく、アレックス・ファーガソン監督との話し合いの後に移籍要求書を提出し、2006年8月11日に、トマシク主着の交換要員として、同僚の GK ルーク・スティールと共に、ウエスト・ブロム・グビッチ・アルビオンへ完全移籍をした。 ウエストブロムビッチアルビオンでは8月24日のフットボールリーグカップでのレートンオーリエント FC 戦で初出場2007年1月6日の FA カップでのリーズユナイテッド戦で初得点を挙げ最終的に公式戦42試合3得点記録した2007年7月26日に積金150万ポンドでサンダーランド AFC と契約する 初出場を飾った8月11日のトッテナムホットスパー FC 戦では無失点に抑えた守備陣の中において特に顕著な働きを見せて勝利に貢献した。サンダーランドでは元同僚のロイ・キーン監督の下で主にアダニー・ヒギンボザムとセンターバックで組みつつ時には右サイドバックとして重宝され主軸として活躍していたが 翌2008から0久シーズンになると、アントン・ファーディナンドの入団に加え、膝の負傷の影響から苦しんでおり、2008年8月29日に、昇格組のハルシティ AFCA、シーズン終了までの期限付き遺跡に出された。ハルシティでは、序盤戦から好調を維持するチームの中で、右サイドバックのレギュラーとしてプレーし、 12月18日のアンフィールドでのリバプール戦において初得点を挙げるなど順風満帆だったが対談したミニサイドバックのパスカル・シンボンダの後釜として2009年1月15日に保有元であるサンダーランドの監督に呼び戻されるしかしフィルバーツリーの画像を崩せずバーツリーの出場停止中はタルベンハイムが任されていたようにほとんど出場機会を 得られず、スティーブ・ブルース監督に交代した翌2009から、ジューズンは、未出場と状況は悪化いていた。サンダーランドで居場所を喪失していたため、2009年8月30日に、春式と4年契約で完全移籍を果たす。フットボールリーグチャンピオンシップでのスタートとなった2010から11シーズン、公式戦19試合に出場こそしたものの、定位置確保に苦戦しており、 特に2011年に突入してからは1試合の出場だった影響もあり、負傷したセンターバックのの代役として2月16日から2ヶ月の期限付き遺跡でバーンズリー FC と契約した。バーンズリーから復帰後も依然として状況は変わらないどころか、翌2011から12シーズンはフラハギの負傷の影響も相まってわずか2号の出場にとどまっていると、 2012年1月13日からクリスタルパレス FC へ1ヶ月貸し出され31日に同シーズン終了まで期限が延長となった2012から13シーズンはサンダーランド時代に支持したブルース監督のもとでも昨季同様に出場機会を得るのに苦戦していたが10月のブラックプール FC 戦で初先発出場して以来ファンからも高評価を得るプレーで スリーバックの一角の定位置を掴んでおり、2012年12月1日の本拠地でのノッティンガムフォレスト FC 戦で加入から4年以上ぶりとなる得点にして決勝点を挙げ、公式戦、出場27試合目となった2013年3月中旬のノッティンガムフォレスト戦において足首の人体損傷となったことで、リハビリに4ヶ月を要すると見られており、そのことで、 シーズン終了後に伴い満了となる契約に何らかの影響があると見られていたものの、ブルース監督から負傷は契約交渉において何も障害とならないと保証された言葉通り、7月8日に契約が2年延長となった。なお、シーズン残りを欠場するとの大方の予想だったが、4月27日のフルス・バーンズリー戦で復帰を果たすと、左サイドバックで先発を務めた。 最終節のカーディフシティ FC では、ロビー・ブレーディのコーナーキックから右足で得点を上げるなどして、プレミアリーグ復帰に貢献した。プレミアリーグに復帰した2013から14、シーズンは開幕から約2ヶ月控えが続いていたが、10月27日のトッテナム戦において、リーグ戦初出場を果たすと、その3日後のトッテナムとのリーグカップでは、 得点を上げる活躍を見せ、次のサンダーランドとのリーグ戦では無失点に貢献した。なお、同試合でボールをダッシュしようとした際に、相手 GK キーレンウェストウッドと衝突したプレーは、相手のグスタボ・ポジェ監督から大いに批判された。その後、サウサンプトン FC 戦、クリスタル・パレス戦でも先発を務め、定位置をダッシュしたかに思われたが、11月23日の、 後者の試合においてハムストリングを負傷して数週間の離脱となると2014年1月4日の FA カップでのミドルズブラ FC 戦で約1ヶ月の離脱2月11日のサウサンプトン戦においては同僚の GK スティーブ・ハーパーと衝突したことで足首の人体損傷によって約半年の脱げといった具合に度重なる負傷に悩まされた影響もあり リーグ戦出場は9試合にとどまった。この後、回復を見せたマクシーンは、最終節のエバートン FC 戦において、先発の形で復帰を果たした。翌2014から15シーズンは、8月以来、出場機会が訪れず、11月のサウサンプトン戦、バーンディ戦に2試合連続出場するも、次のトッテナム戦で、ベンチ外となると、以降は同様の状態が続き、 ついには12月20日に、ブルース監督から U-21 での練習を指示される構想外の扱いを受けた。ブルース監督からの U-21 でのプレイ指示を自身がツイッター上で暴露したことで同会、2015年1月の遺跡市場において対談が予想されたが、その後、ブルース監督への謝罪を経て、2月上旬のマンチェスターシティ FC 戦で、 約3ヶ月ぶりに出場を果たした。春対談後の2015年7月2日、3年契約で、レディング FC に加入した。アイルランド代表としては、U-15 代表から各年代別でプレーし、2006年9月25日に、スティーブ・ストーントン監督によって UEFA エウロ o 2008予選のキプロス戦とチェコ戦に向け、A 代表で初招集を受けると、 キプロス戦に先発したセンターバックのアンディ・オブライエンとリチャード・ダンがそれぞれ怪我と警告の累積で出場不可能となったため10月11日のチェコ戦に先発してマン・オブ・ザ・マッチに選出されたその後就任したジョバンニ・トラパットを2監督の下では右サイドを主戦場としつつ親善試合のコロンビア戦でダンとコンビを組むとセンターバックとしても起用され 2011年6月にリエージュで行われた親善試合のイタリア戦では初めて首相を任された。そして論争となった9月18日のフランスとの 2010FIFA ワールドカップヨーロッパ予選プレイオフ第2戦を置いて負傷したジョン・オシイと交代で途中出場したマクシェインはティエリアンリーが手によってウィリアム・ギャラスの得点をアシストしたのを一番間近の背後で見ていた。 UEFA e u ロ2012予選で召集のみにとどまり、本大会では予備登録選手選手としての扱いだったが、の不祥離脱によって登録メンバーに追加された。出展。出展、マンチェスターユナイテッド FC、アイルランド代表、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。